どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。高志はどうする気？お嬢をたぶらかしたガキです。しっちり落としまいつけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから高志は関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。京花、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても京花を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。そうはいかねえ、あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ、やれ。高志。ああ、取った金は置いてけ、ずうずうしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、あげくにはメールで組抜けるってか。は、黙りなさい。いいよ高志、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その。ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かったやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺確かに今は半端です。でも目いっぱい働きます。頑張って絶対に京花さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。高志、よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え、京花、私は生まれついての極道だ。京花、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だが
たった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、強化をよろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつはあんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ、いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ